いや、さっきまでの膝の状態考えたら、もう絶対無理だと思ったけど、なんとか来れてます。よいしょ。そしてさっき素通りした夕日が丘展望台、そして押し止まりの街、最後の急登があります。あ、でも風が気持ちいい。すごいな、これ。よし。見えてきた。よいしょ。来ました。別子岬展望台。いていていて。三角点。押し止まりの街、あそこがさっき素通りした夕日が丘、そしてその向こう側にね、さっき行ったところがあります。この辺海が綺麗、今まで見てきた海の色とは違う。よいしょ。この辺はちょっとシャコタンっぽい。まあせっかくなんでね、あそこ、まあ足の状態も全然問題なさそうなんで、あそこの灯台も行ってみましょうか。
よいしょ。OK。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あー、下りはちょっと、来るな。しまった。ちょっとドリンクを飲み干しましょう。奥には北海道本土が見えてます。なんかシンプルだけどいい灯台。ああ、これ利尻山と入るかな。入りました。いい、よいしょ。こっちそのままさっきのところ行けるのかな。さあ、いよいよこの旅のフィナーレが近づいております。
しょう。最後までバッテリー持ってくれ。よいしょ。ああ、ここも。いや、ここから見たら結構な高低差がある。よいしょ。よいしょ。ああ。上りも、まあ結構。きつかったから。よいしょ。